どうも、毎日20時、さぬきうどんの動画の方、アップロードしております。ヤグダウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回紹介するお店で、合計126店舗目のさぬきうどん屋の紹介になります。ということで、今日は香川県三豊市にある、おのうどんさんの方へ向かっていっております。それでは今から、おのうどんさんの基本的な店舗情報の方を説明していきます。まず、食べログの点数ですが、3.65 点。そして Google の点数が 3.8 点となってます。営業時間は10時半から17時まで、うどん屋さんには珍しく結構遅くまでやられてます。定休日は毎週日曜日です。交通手段として車で来た場合、駐車場が約30台分停める場所があります。電車の場合は最寄り駅が高瀬駅、 1.9 キロほど離れていて、徒歩であれば25分程度で着くことができます。周辺のうどん屋さんとしては、三谷製麺さんとか手打ちうどん渡辺さんがあるあの辺りになります。おすすめのうどんは、かけうどんです。こちらのお店は、明治43年創業の100年以上の歴史があるお店です。現在4代目となる店主が切り盛りしている老舗店。今も昔も地元民に愛されているお店。ということで、到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。さあ、それでは入店していきましょう。こちらはセルフスタイルのお店になります。うどんの持ち帰りで待たれている人もいますね。前の方もまだ注文で待たれているみたいなので、セルフの水を入れてちょっと待機します。こちらのお稲荷さんも美味しいって評判なんですよね。惣菜のお揚げと同じものを使っているみたいです。かけ小お願いします。かけうどんの小を注文しました。うどんは店主の方が一人で作られているみたいですね。こちらのお店はうどんを作るすべての工程を機械を使わずにやっているみたいです。すべて手作業で作っているお店、こういったお店は県内でもかなり珍しいらしいです。はい、薬味はネギと生姜がありますね。生姜入れてもよかったんですけど、今回はネギだけにします。そしてこの惣菜の中にある肉厚のお揚げ、きつねうどんにして食べるのがこちらの人気メニュー。うどんが覆い尽くされるほど大きいお揚げです。それでは空いている席に座って食べましょう。店内はこんな感じになってます。壁一面にサインがビシッと並んでますよね。そこまで広い店内ではないんですけど、すごくアットホームで落ち着く空間になってます。うどん玉を持ち帰るお客さんも結構おられました。それではいただきます。
麺は少し細めなんですけど、コシをしっかりと感じることができます。綺麗な手切り麺で、喉越しもかなりいいですね。出汁はしっかり昆布の効いたいりこ出汁、やや甘めで優しい味わいでした。お揚げは濃いめの甘い味付けです。肉厚で噛むとジュワッとくる食感、このお揚げから出る甘めの味が出汁に染み込んで、出汁の味がまた一つ変化するのもすごく面白かったです。一玉あたりの量はそこまで多くないです。食べやすくてスルスルっといけちゃうので、すぐ食べ終わっちゃいます。もし今回の動画を見て、讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価を押していただけると本当に嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。あとお願いなんですが、もし友達で讃岐うどん好き、うどん好きの方とおられましたら、こちらの動画の存在のことを教えていただけると本当に本当に助かります。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。あとコメント随時お待ちしております。かなりコメントで励みになったりするので、いつも楽しみに待ってます。それでは最後の一口いただきます。全体的に優しい味わいで、癖になるような美味しさを持つうどんでした。ちなみに壁にある色紙はほとんどが演歌歌手の色紙らしいです。興味のある方はぜひ見に来てください。ということで、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、お願いします。お揚げ取ってます。400円で、はい、はい、ごちそうさまでした。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、雷鳴さって言った茶刈りのせい。